ボーイング717ブルーワンのボーイング717から200ボーイング717のロゴボーイング717はアメリカ合衆国のボーイングが製造した100石級のナローボディの総発ジェット旅客機である。当初はマクドネルダグラスにより MD-95 として開発が進められていたが同社がボーイングに吸収合併されたことでボーイング717 の名称が与えられた。717は、ダグラスが開発した DC-9 の発展型で、DC-9 由来の胴体断面、低翼配置の主翼、T 字型の尾翼を備え、胴体尾部の左右に一発ずつ、ターボファンエンジンを備える。機体寸法は、全長が37.81メートル、全幅は28.45メートル、全高は8.92メートルで、 標準座席数は106から117席である。ボーイング717のラインナップは717から20の1種類のみだが、オプションで燃料タンクを増設して、最大で陸重量を増加させた HGW 型がある。1995年10月に MD-95 の正式開発が決定され、途中マクドネルダグラスが、 ボーイングに吸収合併されるという出来事もあったが、合併後も唯一開発、生産が継続されたマクドネルダグラスの旅客機となった。717は1999年10月にエアトラン航空によって初就航し、従来ターボプロップ機のみを運航していた小さな航空会社でも採用された。ボーイングはボーイング737との売り分けを考えていたが、受注は伸び悩み。 2006年5月に最終期の引き渡しが行われて生産が終了した。717の総生産数は156機であった。2017年10月現在、717に関して5件の航空事故、事件が発生しているが、機体損失事故及び死亡事故に至ったものはない。本校では以下、ダグラス、マクドネルダグラス、 ボーイング及びエアバス製旅客機については社名を省略して、A、数字のみで表記する。例えば、マクドネルダグラス MD-80 は MD-80、ボーイング737は737、エアバス A320 は A320 とする。ダグラスが開発した小型ジェット旅客機 DC-9。米国のダグラスは同社で最初のジェット旅客機となる。 DC-8 を開発した後、プロペラ機が担っていた小型旅客機市場に向けて短距離用の小型ジェット旅客機の DC-9 を開発した。DC-9 シリーズで最初のモデルとなったのは DC-9 から10で1965年12月8日に初就航した。DC-9 は、 胴体ビブの左右に一発ずつターボファンエンジンを装備して T 字型の尾翼を持ち客席の通路が一本のナローボディキであった。ダグラスは DC-9 から10をベースに胴体延長型や最大離陸重量増加型といった派生系を開発して DC-9 シリーズのラインナップを拡充した。1967年4月、ダグラスは 同じ米国の航空機メーカーのマクドネルと合併してマクドネルダグラスとなった。1970年代の中頃になると150席級の旅客機の需要が高まると考えられるようになり、マクドネルダグラスは DC-9 のさらなる胴体延長系を開発して対応しようとした。このモデルでは収翼などの設計変更やエンジンの更新も行うことになり、 1977年10月14日に正式な開発が決定して DC-9 スーパー80と呼ばれた DC-9 スーパー80の最初のモデルは1980年8月25日に形式証明を取得しその年の10月に路線就航を開始した1983年7月マクドネルダグラスは製品名の変更を発表し DC-9 スーパー80は MD-80 シリーズと呼ばれることとなった。MD-80 シリーズでも動体長や、航続距離性能が異なるシリーズ機が開発されたが、いずれも DC-9 と同じ動体断面を用い、ビブのエンジン配置と TGB 翼という特徴も DC-9 から引き継がれた。1984年3月、欧州のエアバスが完全に、 新設計の A320 の開発を決定し、150席級の Z 旅客機市場への参入を決めた。また、1981年3月にはボーイングも737の発展型の開発を決定しており、さらなる後継機計画も検討していた。DC-9、MD-80 シリーズは一定の市場シェアを獲得していたが、 マクドネルダグラスはこれらの競合他社の動きに対応する必要に迫られ、MD-80 の次世代型となる MD-90 を開発した。MD-90 でも DC-9 由来の胴体断面を用いられ、尾翼やエンジンの配置も引き継がれたが、エンジンは新型のインターナショナルエアロエンジンズ社の V2500 に置き換えられたほか、 操縦系統や客室内装などが改良された。MD-90 は全長が46.5メートル、標準座席数が153席から172席で、1995年4月に初就航した。マクドネル・ダグラスは MD-80 シリーズの胴体短縮型である MD-87 をベースにした。 MD-90 から10の開発も計画していた。しかし、MD-90 の V2500 エンジンは、胴体短縮型には大きすぎたことから、機体計画が見直され、エンジンを置き換えて、各種新技術を導入し、座席数を100席程度とした MD、MD-95 の機体構想がまとめられた。 MD-95 の機体案は1991年6月のパリ航空省で発表され、航空会社への説明が開始された。しかし、しばらくの間、航空会社からの受注はなく開発計画は棚上げ状態となった。その後1995年10月19日、米国の格安航空会社のバリュージェット航空から、確定50機、 オプション50機という大口の注文を獲得したことで、同日付で、マクドネルダグラスは、MD-95 の正式開発を決定した。MD-95 の開発が進行中に、計画を左右する2つの大きな出来事があった。一つ目は、MD-95 の最初の発注者であった、バリュージェットが深刻な経営不振に陥ったことである。 1996年5月11日、バリュージェットが運行する DC-9 が墜落し、乗客、乗員合わせて110人全員が死亡する事故が発生した。その後、同社は安全上の問題点が指摘されて、社会的信用を失い、1996年6月に運行を停止した。当時、MD-95 を発注していたのは、 バリュージェットのみであり、受注がゼロになる可能性もあった。しかし、最終的に、バリュージェットは、エアウェイズ社と合併して、エアウェイズ社の子会社であったエアトラン航空の名前で、運航を再開した。MD-95 の発注もエアトラン航空に引き継がれ、注文のキャンセルは回避された。二つ目は、1997年8月、マクドネルダグラスが、 ボーイングに吸収合併されたことである。合併後のボーイングは従来のボーイング製品と競合するマクドネルダグラス機の生産を終了させる方針を決めた。MD-95 の開発も中止すべく、ボーイングはエアトラン航空に対し、ボーイングの100石級の旅客機である737から600へ発注切り替えを要請した。しかし、 エアトラン航空は運航していた機材との共通性からこれを拒否し、MD-95 は旧マクドネルダグラスの旅客機の中で唯一合併後も開発、生産が継続されることとなった。1998年1月、ボーイングは製品の名称を揃えるため、MD-95 をボーイング717から200へと変更した。717という名称は、 アメリカ空軍の空中給油機である、KC-135A 及び707の派生型旅客機の形式名として割り当てられていた。しかし、この名称は一般には知られていなかったことと、717の1で100石級の旅客機ということを表現できることなどから、当機の名称として選ばれた。717は、新星、ボーイングの象徴となり、 短距離路線を運行する格安航空会社向けの旅客機として開発が進められた。カンタスリンクの717を前方から見る。DC-9 由来の胴体断面が用いられ、主翼は低翼、尾翼は T 字型の配置となっている。カンタスリンクの717の左側面、717の胴体断面や主翼の設計は、 DC-9 から30のものを引き継ぎ、717の開発や認証取得にかかるコストが節約され、1999年時点での717のカタロング価格は3150万 US ドルであった。主翼は DC-9 から34のものを基本とし、新しいアルミ合金を採用して軽量化が図られた。エンジンは BMW ロールスロイスが開発した。 低騒音、低燃費の新型ターボファンエンジンである BR715 が採用された。MD-80 シリーズの後半から行われていた操縦系統の電子化がさらに進められ、717では完全なグラスコックピットとなった。717の生産はマクドネルダグラスから引き継がれたカリフォルニア州ロングビーチの工場で行われた。 717では一部の主要コンポーネントは、米国以外の企業によって、設計、生産された。胴体はイタリア、機種や主翼は韓国、内装は、オーストリアの企業が担当し、水平尾翼とエンジンパイロンの設計と製造は、日本の新明和工業が担当した。試験飛行のために3機の717が生産され、 1>, 1号機は1998年9月2日に初飛行した。2号機と3号機は同じ年の10月26日、12月16日にそれぞれ初飛行した。1999年1月23日には量産の初号機となる機体が完成し、形式証明取得のための試験に投入された。1九9九年九月一日に米国の連邦航空局、 続いて16日には、ドイツの航空当局から717の形式証明が交付された。そして同月23日、エアトラン航空への初引き渡しが行われた。ジェネラルエドワード・ローレンス・ローガン国際空港を離陸するエアトランの717。1999年10月12日、エアトラン航空によって717の商業運航が開始された。 2001年6月までに7社の航空会社に63機の717が導入された。717の新造機納入数が多かったのは、米国の航空会社でエアトラン航空で22機、その次がトランスワールド航空で20機であった。その他の地域では、スペインのエーバルとギリシャのオリンピック航空の子会社オリンピック、アビエーション、オーストラリアのインパルス航空、 アジアのバンコクエアウェイズに引き渡しが行われていた。バンコクエアウェイズの717。乗客の搭乗中。エアトラン航空では717により旧式の DC-9 が置き換えられ、ハワイアン航空は島々を結ぶ短距離路線に717を投入した。インパルス航空やオリンピックアビエーションは、それまで小型のターボプロップ機しか運航しておらず、717。 が最初に導入したたジェット旅客機となっ717の初期の運行者は、ボーイングが従来取引していた航空会社よりも小さかったため、ボーイングはカスタマーサポートの新しい方針を打ち出し、整備や運行に関する諸問題を運行者間で共有できる体制を整えた。初期に717を導入した航空会社では、補助動力装置や、 エンジンなどに関するいくつかのトラブルがあり、ボーイングは対処が必要であったが、早期に出発信頼度は99%に達していたほか、上昇性能、燃費性能などが当初計画値を上回り、着陸滑走距離は計画より短く済んだ。また、エンジンの排気や機外騒音は当時の規制値を十分下回った。ボーイングのラインナップには717とほぼ同じ。 客席数の737から600があり、両機種を並行して生産し続けることを疑問視する声が、ボーイングに寄せられていた。ボーイングは、両機種は、航続距離が異なり717は短距離向け、737から600は中距離向けで、1600km より短い飛行での飛行距離あたりの運航経済性は717から。 200の方が737から600より優れていると説明していた。そして、ボーイングは717の胴体を短縮して、座席数を70から80席とする717から 100X や胴体延長により130席程度を配置できるようにする717から 300X といった派生型の開発構想をも示していた。しかし、 短距離路線向けの100席以下の旅客機市場には、ボンバルディアの CRJ シリーズやエンブラエルの EEZ シリーズといったリージョナルジェットが参入しており、ボーイングは旅客機のラインナップを100席以上に絞る方針を固めていた。また、130席級の短距離機というのも、航空会社からの関心を得ることができず、717から、 100X とマイナス 300X の開発には至らなかった。717は2001年6月の時点で154機の受注を得ていたが、販売は原則を続け、2001年10月、ボーイングは2001年中で717の受注を終了することを発表した。しかし、この間に商談が進んでいた航空会社が製造延長を強く望んだことから、 同年12月に、ボーイングは製造継続を決定した。その後、2003年5月には、受注数の上積みを狙って717から200をベースとして、座席数を40から60席とした、ビジネスジェット型の提案も始めた。ビジネスジェット型の受注は得られなかったものの、受注継続により2002年には32機、2003年と2004年には8機ずつの、 注文を得た。2004年後半になると受注がなくなり、2005年1月、ボーイングは改めて新規受注を停止することを発表した。2006年5月23日、ミッドウェスト航空とエアトラン航空に1機ずつ、717の最後の引き渡しが行われた。これにより、ダグラスによって1941年に開設された。 ロングビーチ工場での民間規制産が終了した。717の総生産数は156機であった。中期中のハイアン航空の717。左舷にボーディングブリッジが接続され、右舷下部に貨物用ベルトコンベアが配置されている。717は低翼配置の主翼を持つ単位容器であり、エンジンは胴体尾部の左右に一発ずつ配置され、 垂直尾翼の上に水平尾翼が配置された T 字尾翼を持つ。717の尾翼やエンジンの配置は DC-9 シリーズの流れが受け継がれたものである。胴体断面も DC-9 から引き継がれたもので、2つの円を組み合わせたダルマを逆さにしたような断面を持ち、最大幅が3.34メートルである。機体の寸法は DC-9 から30と、 同程度であり、全長が37.81メートル、全幅は28.45メートル、全高は8.92メートルである。717の主翼はテーパーが付いた後退翼で、翼端にはウィングレットを持たない。この主翼は DC-9 から34の主翼と、基本設計は同様で、前円、後円ともに直線で構成されたシンプルな平面型を持ち、 翼面積は92.97平方メートル、25%翼減での、交体角は24.5度、翼厚、翼減比は11.6である。717で変更された点としては、取り付け角が1.3度増やされているほか、使用部材に、新アルミ合金などの新素材が採用されている。硬着装置は、前輪配置で、前足と主脚ともに二輪式である。 717には長胴型や単胴型といった派生型は開発されなかったが最大離陸重量を増加させた HGW 型と呼ばれる仕様が設定されている。標準型の最大離陸重量は 49,845kg であり、HGW 型では 54,885kg となる。HGW 型では中央翼内に 燃料タンクが追加され、重量増加分はこの燃料に充てられる。106名の乗客と手荷物を搭載した場合の、航続距離は、標準型が1430回り、HGW 型が2060回りとなる。HGW 型では、エンジンの水力も強化されている。エアトラン航空の717のコックピット、717の、717の操縦席には、 MD-11 で導入された技術や設計が用いられている。717の操縦席は完全なグラスコックピットとなり、操縦席の前面には液晶ディスプレイが横一列に6面配置されている。操縦室内の電子システムも完全にデジタル化され、MD-87 と比べて操縦室内のコンポーネントが50%以上少なくなり、 操縦士の作業負荷の低減が図られている。スポイラーはフライバイワイヤーによって制御される。広報システムや自動操縦装置はハネウェル社のシステムが採用されている。自動着陸装置は標準でカテゴリー E や対応でオプションでカテゴリー5への対応も可能である。ボーイング717の客室内装の例。メキシカアナクリック運行当時の客室。 前方は通路を挟んで2プラス2の4アブレスト、後方が3プラス2のコアブレストである。717の客室内には通路が1本配置され、標準的な座席配置は、エコノミークラスが3プラス2のコアブレスト、上級クラスは2プラス2の4アブレストであり、左右の座席上には手荷物を収容するオーバーヘッド瓶が配置されている。胴体断面は1960年代に、 設計された DC-9 のものだが内装は一新されており、窓面積が拡大され、オーバーヘッド瓶の下部へ手すりが設けられ、バキューム式の化粧室が導入されている。乗降用のドアは客室最前部の左舷と通路最後部の尾部に配置されている。前方の乗降用ドアの下にはエアステアと呼ばれる収納式階段がオプションで設定されている。サービスドアは 前方上公用ドアの向かいにあたる右弦に1箇所あり、非常口は左右の主翼状に2箇所ずつと、ビブ上公用ドアの上にあたるテールコーン部に1箇所設けられている。床下の貨物室は主翼を挟んで前方と後方に分かれており、容積は標準型が26.5立方メートル、HGW 型が20.7立方メートルである。 HGW 型の方が容積が小さいのは貨物室内にオプションの燃料タンクが設けられるためである。各貨物室の右側に内開き式の貨物用扉が配置されている。スター・アライアンスの塗装が施されたブルーワンの717を右下後方から見る。2017年7月現在。 航空会社5社により154機が民間航空路線に就航している。最も多くの717を運航しているのは、米国のデルタ航空であり、全体の約6割となる91機である。続いて、オーストラリアのカンタスリンクと米国のハワイアン航空が、それぞれ20機、スペインのボロテアが17機、トルクメニスタン航空が6機を運用している。 717の新造機の受領数が最も多かったのはエアトラン航空で63機、2番手がミッドウエスト航空で25機、続いてトランスワールド航空で24機であり、いずれも米国の航空会社であった。また、717はインパルス航空やオリンピックアビエーションのように小型のターボプロップ機しか運航していなかった航空会社でも導入された。 初期に717の導入数が多かった航空会社のうちトランスワールド航空は2001年にアメリカン航空に吸収合併された。これにより717はアメリカン航空に引き継がれたが同社は2002年には手放している。またエアトラン航空はサウスウェスト航空に吸収合併された。合併作業は2011年5月に完了し717 もうサウスウエスト航空に引き継がれた。これにより、サウスウエスト航空が717の最多運用者となったが、同社は717をデルタ航空にリースすることを発表し、2015年にデルタ航空が最大の運用者となった。ミッドウエスト航空では2009年から2010年にかけて717を手放している。2014年頃には、 フィンランドのブルーワンでも運用されていた。717はシリーズで総計156機が生産され、155、2017年10月現在、717に関して5件の航空事故、事件が発生しているが、機体損失事故及び死亡事故に至ったものはない。事故の内訳は、降着装置の前輪に異常があり胴体着陸した事故が1件。 地上走行中に小型機と衝突した事故が1件、ハイジャックが1件などである。スペインの格安航空会社、ボロテアの717、ベローナビラフランカ空港にて、ありがとうございます。